こんにちは。アマ目線でゴルフ上達のコツをブログ発信しています。自分でスイング原理だけを考えてから1年でアベレージ100から70台が出るようになりました。日本のゴルファーは答えまで全て教えてもらいたがる人が多い気がします。アメリカゴルファーとの違いを教えてください。PS 多いとも知ってますか？知りません。アメリカゴルファーとの違い？アメリカのゴルファーと日本のゴルファーの違いは、まあアメリカのゴルファーの多くは、まあ俺学生たちとずっとゴルフしてたんですけど、アメリカで。アメリカの子たちは、基本、あのクラブを早く強く振るっていうところからスタートしてますね。結構ね。だから、正確なフォームとか、正確なスイングとかっていうことよりも、とにかく強く早く振るっていう作業をめちゃくちゃ友達同士で競い合うんですよ。若い子たちが。例えばわかんないけど、5アイアンで誰が一番遠くまで飛ぶかやろうぜとかって言って、ドラゴン大会みたいなのやって、バシャーって振って、バシャーって飛ばすみたいな。やっぱ遠く飛ばすには、なるべくやっぱりストレートに飛ばした方がいいとか、ドローを打った方がいいとかって工夫をするので、ビヤーンってこうやって曲がっちゃうめくれ玉とか打ってたら絶対飛ばないので、まず飛ばすスイング、その棒で、一番遠くまで飛ばせるスイングから覚えて、で、それをちっちゃくしていくから、コンパクトにした時にめちゃくちゃうまいですよ、やっぱり。だけど日本の選手の特徴は、コンパクトなスイングで綺麗なフォームで打ってスイングを覚えて、そこから飛距離を伸ばそうとかするから、動きから外れて難しくなっちゃったりすることが多いんじゃないかなっていうふうに、まあ学生の傾向を見てそう思ってます。だから PGA ツアーとか行ってやっぱり差を感じるのは、まずみんな体ちっちゃくても大きくてもめっちゃスイング強いっていう。だからなんか、で、みんなフォーム違うけど、みんな性格っていう。これなぜかっつったら、みんなフォームが違うけど、みんな性格に球打ってるっていうのは、やっぱり、スイングは形じゃないんですよ。形よりも、クラブにかけている力の内容が、狙ったところに飛ばしやすい内容ならば、どんな形でもいいっていうのが、まあ正解なので、フォームを教えてもしょうがないんですよ。だから、クラブにどんな力がかかったら、フェースがきちんと、アドレスのところに戻って、しっかりと、球、にエネルギーを伝えて、まっすぐ、ストレート、狙ったところにボールを強く飛ばせるかっていうところに最初からフォーカスされてるんで、アメリカの人たちのゴルフプレーっていうのは。うん。だから、で、しかも自分でそれを一番強くできるところにフォーカスしてるから、一番強くできる運動って一箇所しかないんで、人間の、例えば、右で構えて強く振るっていうのを、全力でやろうとしたときって、強くしようと思えば思うほど、こういう自分のドミナントが出て、使いやすい場所で振るので、で、それで覚えて、だからみんな形が変わるんですよ。で、その形で、ちゃんとコンタクトできて、しっかりとまっすぐ飛ぶ場所に、フェースを戻せる動作を、に気づいた人がプロになったりしてるから、そういう違いがあるんじゃないかなと僕は思いますよ。俺の方が答えかどうかは知りませんけどね。勝ちたかったら登録しとけ。